階級、新たな階級です。リミットは 57.5kg です。この戦いの勝者が決勝へ進みます。画面左、小澤海斗、画面右、176cm 長身のフランス、マムーディ。さあでは放送席ご紹介します。私のお隣から、マサトさん、そして K1 公式サポーターの関根勤さん、さらには中村匠さんをお迎えしてお届けしていきます。改めてよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあマサトさん、はい、いよいよベスト4ですね。いや楽しみなカードですね。もう小澤選手1回戦最高の勝ち方でしたからね。でしたね。お、このサウスポーに構えてますよ。あ、本当ですね。さあ、まり出てきます。まあ、小澤選手はサウスポー。わー、サイドキック。マムーディ2段の蹴りだ。関根さん、いかがですか、このカード。いやー。うお、旋風客。膝。お、強い膝だな、今の。これ、やっぱり、正人さん、最初怖いですよね、マムーディは。そうですね。ただ、こういう戦い方が、映像で見たマムーディなんですけどね。はあはあはあ。関根さん、確かにこの圧倒的なこうラッシュはありましたもんね、マムーディ。今回はそこまで出ませんね、1回戦ほどは。そうですね、ええ、中村さん、どう見てますか。はい、そうですね、まずやっぱサウスポーに構えてきたっていうのは、うん、このね、準決勝を見越しての戦い方だと思いますし、ただあの小澤選手もね、あの、K-1 ジム恵比寿小比類馬道場、結構あの大きい選手も多いんで、そういう選手とあの、ま、こう普段から結構スパーリングしてるんですよね。うん、はい、なるほど、はい、小澤選手もサウスポーですね。小澤選手はもともとそうですね。はい、なのでこういうサイズの大きい相手っていうのは比較的こう、うん、うわっとパンチの打ち合い、これだ、慣れてると思いますからね。ここで右、長い手が飛んでくる、左だ、中に入る、中に入って打ち合いだ、小澤サイト、もらっても出る、完全に固まったマムーディ、あ、返した、うん、でも この打ち合いはあの小澤選手の方が分がありますよ。そうですか、小澤選手の方が回転力早いんで、うん、膝、これが怖い、今ちょっと抱えましたね。抱えての攻撃は認められません、マムーディ。またさん、改めて今の解説をお願いします。今の、近い距離での打ち合いっていうのは、回転力のある小澤選手の方が有利かなと思いますね。やっぱ距離を取られて戦うのは小澤選手嫌だと思うので。そうですね、懐深いんで、この身長が高い分、うん、関根さん、実際に中に入っていきますしね、小澤は。そうですね、小澤選手は出入り早いですから。なるほど。こういう前のリーチのある選手には向いてるかもしれない。この前蹴り嫌ですね。嫌ですね。これやられると入りにくいですよ。マサトさん、1回戦もこれ飛べは苦労してましたよね。そうですね。さあ、中に入るか。まあ、ちょっとこうサウスポーの構え、マウンディも慣れていないのか、こうローブローが時折入ります。18歳、1998年1月生まれです。まあ、当然こう広くあ、さあ試合再開です。エリアス・マムーディが右足前のサウスポーに構えています。完全にローブロー入ってますね、うん、でも98年生まれですか。そうですね、1998年。もしかしたらアンディ・サワーの息子とかそこら辺と同じ年くらいですかね。そうですね、10代ですからね、やっぱ18歳な、なった年ですね、今年が。だって高校生ですから。そうです、高校生ですか。いわゆる K-1 甲子園の年代ですから。なるほど、はい、そうですね、そう思うと。そうですね、ちょっと今ローブローがあります。中村さん、改めてこの、はい、もう家族で、もう一族でのジムなんですよね。そうですね、マムーディジムっていうジムで、要はお父さんだったり、おじさんがこうトレーナーとして指導してるっていうジムなので、うん、はい、まあ、格闘一家ですよね。セコンドについてる方が。そうですね、はい、おじさんとお父様、ちょっとどちらかわからないですけど。でも関根さん、先ほど K-1 甲子園の決勝行われてましたけど、はい、いわゆるその世代ってことですよね。そうですよね、レベル高いですね、世界は。そうですね、ちょっとこれローブローかなりダメージがあるようです。やっぱり続けて当たりましたからね、やっぱり、まあ、その修羅場のくぐった回数という意味では、正人さん、ちょっと1回戦もちょっとやっぱりそれは少ないよねっていう話はされてましたよね。そうですね、まあ、そういう意味で、まあ、今のローブロックぐらいで、はい、多分このぐらい痛かっちゃうんですよね。そうでしょうね、なるほど。
今ちょっとドクターのチェックを受けるようです。まあ、改めて準決勝に進んだのが、今リング上にいる1回戦女子トナーを下した小澤海斗、そして戸部龍馬を下した今ローブローを受けて腰を下ろしているエリアス・マムーディ、もう一つの対戦カードが神戸を圧倒した中国のユン・チー、そして日本のタケル。でもこれだけ痛がってるとやっぱりダメージありますよね。そうでしょうね。あ、足先がその瞬間こうっていう感じではなかったんですが、まあ、以前のあの他のキックの大会では、はい、試合を入れ替えて、休むっていうのもありましたよね。なるほど。1試合2試合挟んで、うん、この続きを少し後にやるということですか。はい、そうですか。まあ、当然こういうことをの背中合わせの格闘技です。まあ、前回の大会はね、こう規定の金属ではないこうノーファールカップをやってる選手がいたりして、そうですね、これちゃんとあの金属なんですかね。でしょう、ね、彼はつけたんですかね、金属、うん、金属つけるとこれくらいではそんなに痛くないような気がするんですけどね。今その回復の時間、その治療の時間に今時計は止まっています。残り50秒です、ね、ただこの汗の出方を見ると相当痛いですね。いわゆる冷や汗みたいな。冷や汗ですね、これ。ああ。まあ、前回の大会から K1 に3つ新たな階級が加わりました。まあ、新しい階級というのを含めて全8階級になったんですが、新階級がこの 57.5 フェザー級、62.5 リミットのライト級、 67.5 リミットのウェルター級。これ最初の、ね、あ、これは痛いわ。これのダメージありますわ。で、これがあって、そうですね、次の番、ね、次のすね、の結構深いところで入ってましたからね。結構やっぱ回転系の技を使った選手がこう交錯するときにありがちですよね。そうですね。でもやっぱりこれこの後続けてもダメージありますよね。そうですよね。これ準決勝ですから次の決勝というのもあります。今その回復の時間を待ってます。ちょっと場内のアナウンスないですが、これはその怪我の治療の時間で今止まっているということだと思います。勝ちますね。もう拍手が送られます。いやでも大丈夫かな、これできるかなっていう。そうですね、まあ、今度小澤がまたここいつも通りの戦いをしなくてはいけません。そうですね。さあ続きです。ローキック、インロー2つ、長い蹴り、うわー、遠い場からこちらもノーブロー切りやり返しましたね。強気ですよ。くるくるくる、最後パンチ、残りが30秒になろうとしています。これ往々にしてこうローブローというのは続くので、そこも考えながら、しかしそれも乗り越えて攻撃を出せるか。今警告ですか。掴んでの攻撃は認められません。 K1 多分普段は彼はね掴んでやってるんですよね。ムエタイスタイルですからね、うん、癖でローキック。おー、ハイキックです。身長差は11センチあります。165センチの小澤、176センチ、右ロック、左ミドルキックにつなげた小澤。残り時間はほとんどありません。第1ラウンド、おっと、おー、ちょっと効いた、危なかったぞ。あー、効いたな、危なかったでしたね。さあ関根さん、はい、1ラウンド、まあ、ちょっとローブローで止まる時間もありましたが、そうですね、まあ、小澤選手出入りができてるんで、はい、まあいけるんじゃないかなって感じはしますけどもね、うん、小澤選手は非常によく見えますね。ええ、
ノイリ選手がセコンドについて今指示を小澤選手に伝えてますね。今回のノイリ選手は結構同じ時期に海外で試合控えてて、結構一緒にこうスパーリングをかなりやってきたって言ってたんですよね。そうですか。はい、そういった部分でもやっぱ心強いと思いますね、こうセコンドにもついてるっていう意味では。中村さん、こう、はい、道場自体も取材されてたと思いますが、はい、かけてたみたいですね、今回の大会に。はい、そうですね、はい。ラウンド2。さあ第2ラウンドが始まります。準決勝の第1試合です。遠い前から2つダブルで出してきたエリアス・マムーディ。もうマムーディはしかし右足前のサウスポーはずっとこれ変えません。ボディからお変則的な前蹴りも見せます。小沢インロー、ミドルキックです。小沢前足で左でのミドルキック、もう一つハイキック。はい、うおスウェイバック前蹴り右。ちょっとこうやってマムーディにこうどっしり構えて蹴られる展開は嫌ですね、小沢選手は。やっぱ遠いんですよね、距離が。小沢選手からするとあの距離だと。小沢中に入ってこう打ち合いに。そうですね、近い距離は小沢の距離だし、ははこの距離はマムディの距離ですよね。そうですね、長い蹴りが出てくる間合いの中に入っていきたい小沢。左ミドルダブル、これ2つ出してきます。先ほどからもう1つ右ロック、ハキックは届かない。また追ってくる前蹴り。右のフックバックブロー、ちょっとこう一発の攻撃に出し合いになっています。ローキック、いやもうああいうちょっと入り方は強引でもいいんで、やっぱ距離詰めた方がいいですね、小澤選手は。そうですね、近い距離で打っちゃった方が、この距離は。その制空権の戦いになります。この距離はマムーディの長距離砲が当たる。しかし小沢のミドルの中距離の攻撃は届きません。ローサイドキック、サイドキック返す。お互いサウスポー右足前になっています。残りが40秒切りました。右のフック、もう一つ欲しいか、中に入りたい。おうバックスピンキック、ボディ捉えた、ボディ捉えた、捉えた、ボディ捉えてます。膝、さあここ仕留めたい。シングルボディが効いた、バックスピンキック。さあ一つのラウンド中2度ダウンを喫すると、準決勝までは負けとなります。ニーロックかぶせていく、ボディだ、ボディ腹効いてる、腹効いてる、腹効いてる、膝、おっと小沢の外もらったか、ボディ、ボディで集めていきます。小沢手応えがあるようだ。うっと第2ラウンド終了、バックスピンキックで一つダウンを奪いました。関根さんいかがですか。見事なバックスピンキックですね、これでペース使いましたね、もう3ラウンドはエリアス出てしかなくなりましたから。そうですね、そうですね、中村さんどうでしょう、はい、やっぱり小沢選手もともと空手ベースなんで、はい、ああいうこう蹴り技っていうのはやっぱ武器ですよね、これですね。あ、右のそうですね、レバーブロー入りましたね。そうですね、かかとがすごい、あのメキシカンブローの部分ですよね、あれは効いたんですよね。これ関根さん、しかも小沢は分かっていて、ボディずっとその後行きましたね、そして K1 クラッシュモバイル、この試合が始まる直前ですが、勝敗予想ご紹介しましょう。小沢選手が 58% 勝つだろうという予想、マムーディは 41% ですかね、出ていました。まあ、小沢判定勝ちというのが 50% で一番多いです。はい、さあ第2ラウンドが始まります。失礼、第3ラウンドが始まります。最終ラウンドです。ちょっとマムーディ気持ちがね、これかけてる
感じですよね。最終第3ラウンド始まりました。準決勝の 第1試合です。小沢海人、背中がエリアス・マムーディ、フランス。まあ、関根さん、改めてですけども、はい、小沢海人にはタケルとの戦いという大きな目標がありますよね。そうなんですよね。だからもうここでね、グズグズしてるわけにはいかないですよね。まさにグズグズしてる場合ではない。飛び膝強気だ。うお、ちょっとカポエイラのような蹴りも出してきます。今度右足前のオーソドックスに戻しました。マムーディ、うわ遠い前からミドルだ。左怖い。今下出しました。小沢、いやマムーディもこう攻めるときはババッと攻めてくるんで、小沢氏切り抜けないですよ、こういう展開でも。しかも長距離砲ですよね、はい、思わぬところから飛んでくる。またサウスポに戻しました。マムーディサイドキック、右入った、右カウンターで入りましたね。右のフック、今チャンスですよ。効いてます。ブロー、すごい効いてないぞ。これは裏腹でしょう。小沢選手ね、右フック代名詞ですかね、うん、プレッシャーかけていきます。ちょっとマムーディも自分から仕掛けられません。マムーディ行かないとポイント取られてますからね。そうですよね。先ほどのリラウンドのバックスピンが腹をえぐって、その後ボディの攻撃で沈みました。おお、胴回し回転蹴り、逆回転か。リフク怖い、入れ替わった。2段の蹴り届かない。こう間合い取ってます。ガードも下げて、リミット 57.5kg。 準決勝は2試合とも日本対海外となっています。膝、この膝強いな。お、左お、右のフックからだ。来い来い来いと小沢海人。さあ残り15秒、このまま行けば小沢海人ハイキック、うわ回転系ノーダウン、はい、残り10秒切っています。さあ決勝まで、決勝まで残りわずか。小沢海人準決勝3ラウンド終了です。始めになります。いや関根さん、はい、ちょっとね、ローブローブあったらどうなるんだろうというドキドキはした展開でした、まあ、エリアス頑張ってくれましたよ ね、 そうでしたね。あのローブローから立ち上がりましたよね、はい、まあ、やっぱりバックスピンキック、うん、いやいいとこ入りましたよね、小沢選手の。今日は蹴り技されてますね、小沢選手。あ、でもエリアス18ですよね、まあ、そうです。1年後2年後怖いですね。集計の結果をお知らせいたします。ジャッジ和田29対28赤小沢、1人目小沢。ジャッジ勝本30対29赤小沢、ジャッジともだけ30対28赤小沢。判定3対0、小沢海人がエリアス・マムーディを下し、さあ決勝進出を決めました。待ってるぞタケル。マサトさん、はい、まあ、確かに戦いにくい相手だったでしょうけどね。そうですね。ただ小沢選手も、ね。